はい。えー、雪降ってます。カズ劇場です。よろしくお願いします。なので、みかんとこんなもの着てみました。はい。えー、映画行きます。はい。えー、っとね、もうちょっと返しちゃったんですけど、期限が来ちゃって、えー、っと、これ行きました。ゴールデンスランバー2010年。 えっと YouTube もう1年ぐらい前になるのかなちょっとうんまだ1年経ってないか初期の頃にゴールデンスランバー紹介しましたねはいでそっかそれはまだまあ見た直後じゃなかったんで今回は改めて見てみました原作伊坂幸太郎伊坂幸太郎はい監督中村義弘さんはい他フィッシュストーリーとかジェネラルルージュの凱旋 えー、他多数作っております。名監督でございます。はい。えー、フィッシュストーリーもおすすめですよね。小麦坂幸太郎さんです。で、この辺もね、あの、チームバチスタの栄光とか、病院もの、それから今、あのちょんまげんものの面白いものを撮っている感じですよね。中村監督。はい。まあ、よかったです、また。 あの、これはね、伏線しっかりしてるし、粋な映画で、うーん、なんかね、一つ一つ、いろんないい役者さん出てるんですけど、全員名前を呼びたくなるような映画なんです、これは。ちょっとした役でも、なんか意味があって、ああ、そういえば、あの、ちょっとした役良かったねとかね、なので、ちょっと上げていきます、名前を。<laughs> はい。主演は堺雅人さん、えー、竹内優子さん。 学生時代の元彼女役ですねで学生時代の仲間劇団ひとりさんで警察香川照之さんそして、えー、アイドル役漢字屋しおりさん、えー、映画の中ではアイドルを昔酒井雅人さんが学生時代にちょっと襲われたことがあって助けたという昔の過去がある設定ですで バイト先で一緒な渋川清彦さんはいこの人もいいですよね。はいで浜田ガグちゃんガグちゃんじゃながくてガクちゃん、はいえー。これはもうあのすごくハマり役であの殺人鬼の役で、あのー、見た目ね怖くないんですけどちょっと、あのー、新しい殺人鬼っていうか表現おかしいですけど。 不気味なそれでいて明るいんだけどみたいなこれがもうハマって天才っぷりを発揮した出世作なんじゃないですかねガクちゃんのはいでこれすいません間違ってました伊藤史郎さんお父さん役ですはいそして大森奈央さんえー、現竹内結子さんの奥さんです奥さん役、うん、これフィッシュストーリーの方もね映画がっちり出てますが 中村組っていうか伊坂幸太郎組でなんですかね。で柄本明さん、えー、とこれは逃走劇なんで坂井正人さんがひたすら逃げます仙台の町でちょっと手助けしてあげる役です。で滝藤さんは最後だけ出るんですけどすごく意味がある役です不気味じゃなくて不思議な感じにを演じなくちゃいけない感じなんですけど見事にやってますよねはい。 で、長嶋敏之さん。えー、これは警察官のライフルをもバンバンバーンって撃つ感じの人ですね。はい。そして、えー、芦名誠さん。さっきのアイドルのマネージャー役。えー、武しさんの映画にずっとその男から出てる感じですね。地味に出てる感じです。ちょこちょこ。で、えっ、ー、と、アイブサキちゃん。えー、っとね、出始めですね。 うん、まだデビューして間もない頃の、初々しい感じの。でも、ちょこっとしか出てないんですけど、意味がある役なんですよ、これが。<laughs> はい。<laughs> で、木内みどりさん、えっと、お母さん役です。はい。そして、吉岡秀隆さん。淳くんですね。の前半、すごく重要な役で出てます。はい。まあ、中盤も出ますけどね。 ほぼ全員言ってると思うんですよね、これで。うん。出演者。甘酸っぱい、もう映画です。ちょっとじお時間あったら見てみてくださいという感じですかね、これは。はい。えー、あ、物がないんだ、それは。ゴールデンスランバーでした。はい。そして、うんと、もう一個古い作品見ました。こちらですね、これまだ残ってます。 えーと、勝手に仕上がれはいフランス映画ですねえー、1960年ですから白黒ですわはい監督ジャン・リュック・ゴダー・ゴタールさんの名称ですえー、と、キグルイ・ピエロも作ってますキグルイ・ピエロも大好きなんですよははい、はいでえー、と、主演がジャンポール・ベルモンドさん えー、キグルイピエロも出てますそして、レイ・ミゼラブル。はい。俳優というか、いいですよね。もう、この人で持っていく感じです。あのー、日本で言うと、証券さん、萩原健一さんぐらいかなっていう感じですよね。この役ハマるのっていうか、うん。女性のお尻、こう、平気で触ってねっていうようなあ役なんで、はい。 でこれはねフランス映画のやっぱ良さを、うん、存分に出してる感じですでキグリ・ピエロもそうなんですけどえー、っとこっから多分フランス映画ハマる人いると思うんですよね自分もその中の一人ですはい独創的なセンスがありますしちょっとあの何て言うのかなやっぱハリウッド映画とか見ていると全く違いがわかるというかはい うん、なのですごく好きですこのリュック・ゴタール監督あのー、その後なんかちょっと思想家になってしまって作品もちょっとだんだんダメになってわけわかんない方向に行っちゃったという,うことなんですけどまあありがちですよねなんかそん分かりますがちょっと残念なんですけどねはいうん自由に撮ってるなっていう感じですねうんはい 今日はそんな感じです。そして、えっ、ー、と、まだ見てないのあります。えっ、ー、と、まずこちら行こうと思います。これ、ニューヨーク、東八番街の季節、えー、奇跡。はい。これね、がっちりちゃんと見てないんですよね、自分。なので、スピルバーグのやつですね。はい。で、えっ、ー、と、今日も嫌がらせ弁当。篠原涼子さん、放課です。はい。 それから、うーんと、アニメですね。シング。はい、この辺行きたいと思います。はい、そんな感じですかね。はい。えー、雪積もってきました。はい。以上、か以上でしたー。えー、チャンネル登録よろしくお願いします。